どちらにしても工軸調整はまた一からやり直す必要があるでしょうね。はい、こんにちは、フラッシュです。今日はですね、ずっと前から気になってた修理をねしたいと思ってます。こちらのドラッグスター250ですけど、以前こちらの動画でですね、ヘッドライトを LED 化するっていうのをやったんですけど、どうもね、あの時からこうちょっと調子が悪くて、ヘッドライトのその光軸っていうのかながどうもおかしいんですよね。こう片っぽ明るいんだけど右半分暗いみたいなね、そんな現象が起きていました。今日はこちらの新しいヘッドライトをね購入したので、これを取り付けてやろうと思います。以前のはね、確か1800円ぐらいの LED ライトだったんですけど、これは2900円ぐらいだかな、3000弱のものですよ。あとは4面 LED みたいな、かなりこう明るい LED だそうですというのを購入したので、ちょっと付け替えてみたいと思います。その前に最初にどんな状況なのかね、ご覧いただこうと思います。はい、これがね、現在の状況ですね。なんかこう明るいところと暗いところがありますよね。これ見ても分かる通り、こことここの明るさの違いがね、すごくはっきり合って出て、左側の方が明るくて右側が暗い感じなんですよね。これとこれの違いですよね。こちら側の方が明るいんですよね。こちら暗い、そういう感じになってますよね。はい、ちょっと分かりにくいかもしれませんけど、ここで明らかに明るいところと暗いところがあるんですね。この違いをこう解消してやろうと思います。それではやってみます。とヘッドライトの交換方法については、以前もご紹介したので、ね、お分かりだと思いますけど、そんな難しくなかったんですね。ここのこちら側と反対側のネジをね、2つ外してやるだけだったんですね。はい、2つね、外してやります。そうするとこれがもうこれで外れる感じですからね。これを差し替えるだけです。単純なことなんですよね。このパーツこう刺さってるので差し替えるだけですね。はい、そして今回手に入れたのはこちらですね。こちらね、はい、こんなものですね。で、付属品としてはこの本体とこの口金っていうのかな、このアダプター類ですね。いろんなタイプのアダプターに対応しているようですね。これ こういうタイプで、私のやつは H4 というタイプなので、これです。これ。このタイプ。ドラッグスター250はこれですね。ですから、これを外して、まあ、単純にこうやって外して、交換、ヘッド、これと交換する。これね、これだったんですけど、ちょっと今回のやつはね、こういう方式です。これはいまいちなんかこう偏ってたね。で、これだと4面ついてるので、まあ、これはハイローあるんだけど、ハイローあるんだけど、これ4面あるのでこれを使ってやると思います。で、ここにこれを外してやりました。そしてこういう風かな、はい、この取り付けにはちょっと注意が必要なんですけど、ドラッグスターの場合はこのこちら向きですね。こちら向き、二股になってる方、こちらが二股になってる方をネジで止めるという、こちらにもネジ穴があるので、2つあるのでちょっと注意してくださいね。こちらではなくて、こちらですね。はい、これでいいと思います。あとはここに取り付くという感じですね。はい、これはこういう風にはつかないので、この角度は絶対つかない。一方向しかつかないようになっているので、これでいいと思いますね。はい、そして、取り付けてやると。こんな感じでね、この金具を取り付けるのはちょっとコツがいりますけど。はい、こんな感じでね、取り付きました。こっちが上になるのかな、下が。違う上のようですね。こういう感じですね。はい、どちらにしても光軸調整はまた一からやり直す必要があるでしょうね。そしてここにあるケーブルですね。この白色がロー、青がハイ、緑がアースということだそうです。H4 型の H4 はですね、こういう風になってですね、ロー、アース、ハイになっているということですから、これで言うと白がローですね。ここに刺さる。で、緑がアースですからこちらですね。そしてこれがハイになると。こんな風にね、接続してやればいいと思います。煮干しがね、直接刺さるので、これでいいと思います。ちょっと実験的にやってみよう。ちょっと、こう、物がこんな大きさになっちゃうからさ、ちょっと邪魔かもしれないけど、
このままここへ取り付けていくと、まあ、これがねうまく収まるようにして、はい、こんな感じですね。あとはネジを止めてやります。とりあえずこれで入りましたのでちょっと実験しましょう。これが工事工もちょっと下げてやる必要がありましたもんね。はい、うまくいきそうです。ここだけですね。じっくり時間をかけて工事調整を、ね、してもらう必要があると思います。250だからいいけど、中型ならねこれ車検で通らなくなりますからね。これね、だいぶこうここが広くなりましたよね。前回はこうコントラストがはっきりしてたけど、ここのコントラストがなくなってきたよね。すごく分かりやすくなったと思います。すごくねはっきりしたんじゃないかなというふうに思いますね。はい、ロー、これがローですね。それでこれがハイということで、まあ、こんな形に変わりました。だいぶ明るくなりましたね。はい、ということで今回はですね、ドラッグスター250 LED のヘッドライトバルブですねのお交換をしてやりました。あの前回つけてたもの、これはねどうやら仕様が違ったのかもしれないですけども、こちら LED の取り付いてる位置が4面じゃないので、まあ、そういう意味でこうなんかコントラストが明確に出てたのかもしれないですね。まあこれで2変更してだいぶ明るさが均一になったんじゃないかなと思いますので、もしよろしければ参考になさってください。はい、ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございます。私のチャンネルではこういったドラッグスター250についてもご紹介していきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録とベルボタンですね、今日の動画が、ね、役に立ったなという方は高評価ボタンもね押しといていただけると嬉しいです。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。次は元ブログかな。皆さんさよなら。いやー、こうずっと気になってたのが良かった。なんかね、なんか暗いわけじゃない、 LED だから明るいんだけど、どうも片方ばっかり照らしてね、気になってたんですよね。さよなら。